はい、日本健康にする男、川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日もこの血糖値の話というかですね、うつ病だったり自律神経失調症とかって言われる問題、そういったところについてのお話をしていこうと思います。今日は結構本質的な中身のところに入っていきますので、お楽しみにしててください。血糖値の問題によってですね、前回のお話では、血糖値の問題によって、このコントロールがうまくいかないことによって、イライラだったり、疲れやすい、眠れないだとか、そういった症状が起こってきてしまうっていうお話をさせていただきました。うつ病だったり、自律神経失調症って言われたあなたも、ただの食事がうまくいってないことによって起こっているだけなので、これを解決してあげれば治ります。ご安心いただけるといいんじゃないのかなというふうに思いますが、今日はこの血糖値についてのお話をまずしていこうと思います。血糖値の話ですね。で、まずこれを、高くなりすぎたり低くなりすぎることが問題ってことを覚えておいてください。高いことが問題じゃないんです。高かったり低かったりバラバラでコントロールができてないことが問題なので、これをうまくコントロールする方法をお伝えしていきます。まずはですね、糖質を減らすこと、まあ、当然ですよね、当然糖質を減らすことですね。私はまあ三大栄養素の中の一つでもありますし、糖質って大切な部類にはなってると思いますけれども、糖質過多の人、多すぎる人が、多すぎます。ぐちゃぐちゃですね。糖質を取りすぎてしまってる人が多すぎるっていうことです。例えばですね、まずそもそも主食がですね、白米、パンとかって言われる人ですね。主食が白米であったりパンになってしまってる人、これはですね、血糖値の上昇っていうところ、GI 値とかっていうふうに言いますけれども、こういうのがですね、高くなりやすい、急にグッと血糖値が上がりやすい食べ物になってます。精製されてる白米であったりパン、小麦ですね、それは余分なものがなくてですね、中のギュッと、糖分が詰まっているところだけを使っているのが白米であったり小麦っていうものになりますので、そもそもこれを主食で摂ってる人は血糖値がやっぱり上がりやすいっていうことにつながっていますので、しっかりですね、この主食をまず変えることです。主食を変えること、具体的にどう変えるかっていうと、白米をまず玄米に変えることですね。玄米は食物繊維が非常に豊富なので、食物繊維と糖質で、まあ、炭水化物っていうものができてますけども、そのうちの食物繊維っていうところがすごく豊富な食べ物になってますので、緩やかに血糖値が上がっていくっていう形です。こちらもパンも主食の人はこれをですね、まあ、全粒粉とかのものに変えていくことですね。感じ合ってるかな、わかんないですけども、小麦じゃなくてですね、全粒粉のパンとか、そういった形で工夫をされること、それをおすすめします。そしてまずそもそもの量を減らすことですね。量も減らして質も変えるってことです。量と質、量をまずそもそも糖質を少なくすること、そして糖質の質も、変えることです。今までお茶碗2杯1杯半大盛りで食べてたものを、まず半分にしてみる、3分の1にしてみることから始めていただいて、主食も、玄米であったり全粒粉っていうところをチョイスしていただくこと、ラーメンが大好きな方はお蕎麦に変えていただいたりとかですね、春雨に変えていただくこと、そういった工夫からチョイスしていく、始めていくっていうことがすごく重要になっているのかなっていうふうに思います。そんな形でですね、まずは最初のトライっていうところをしていただいて、糖質っていうところをなるべくまずは少なくしていく。おそらくですね、これを取りすぎている人がもうすごく多いです。すごく多いので、
まあ必要な栄養素の一つにはなってますけども、取りすぎてしまってる人は少なくしていくこと、これが重要になってますので、量と質両方ともですね、しっかり減らしていただいて、糖質制限までいかないですけども、糖質を気を使っていただくことで、血糖値をうまくコントロールしていくことっていうことが大事になってますので、まずはそれを試していただければいいかなというふうに思います。主食が白米とかパンっていう考え方自体がまずずれてますので、それをしっかり直してあげて、今までの食べてたもの、昔ですね、昔食べてたものに戻していきましょうってことが重要になってますので、そういった形で考えていてください。はい、本日のお話は以上となります。わからないことあれば下のホームページのリンク貼ってますので、そこからご質問ください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。